こんにちは、Dスケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日はレゴシティ2022年の新作をチェックします。毎年多くのセットが発売されています大人気のレゴシティシリーズになりますが、2022年も多くのセットが発売予定になっていまして、今現在レゴ公式から正式発表されているセットだけでも実に21セットにもなっていまして、こちらになります。いやー、2022年もたくさん発売される予定になっていてワクワクしちゃうと思うんですが、ちょっと21セットを一気に動画にするのはすみません、めちゃくちゃしんどいです。ということで、一本の動画ではなくて5回に分けてお届けしようと思っていますので、よろしくお願いいたします。そして1回目はこちらの宇宙をテーマにしたセットになります。先日 ZOZO の創業者でもある前澤さんが宇宙へ飛び立ちましたよね。いやー、僕も打ち上げ時は仕事中だったんですが、こっそりライブ配信に釘付けになっちゃったんですよね。なんかやっぱり宇宙ってすごくロマンがあるなーって改めて思いました。タイミングもちょうど良かったので、このレゴシティの1回目は宇宙をテーマにしたセットをチェックしていきたいと思います。欲しいなって思うセットがあったらいいねやコメントで教えてくれると嬉しいです。それでは行ってみましょう。まずは60350月面探査基地、パーツ数は786、価格はレゴ公式で 12,980 円、2022年3月1日発売予定になっています。こちらは月面を舞台にしたドーム型の月面探査基地、月着陸船スカイクレーンのセットになりますね。まずは大きな月面探査基地から見ていきましょう。中央にはドーム型のスペースが印象的な、おそらく居住スペースになりますね。ベッドやテーブル、あとは室内菜園になると思うんですが、野菜などが植えてありますね。このスペースの下は車庫になっていて、このように月面探査機が格納できるようになっています。中央のドームに向かって右と左には部屋が用意されていて、右側は研究室で、そして左側は宇宙船などに着替える部屋になりますかね。あともう一つここにスペースがありまして、今現在だとどのような部屋になるのかはわからないんですが、パッケージの裏にですね、このようにまだレゴ公式から発表されていない60348というセットとドッキングできるようなモデルになっているようでして、これは楽しみですよね。そしてこちらは月着陸船になりますね。コックピットにはこのように2つのミニフィグを乗せることができるようです。そしてこちらはスカイクレーンという段階的に減速しながら目的の地点に物を運ぶ装置になるそうです。ミニフィグは宇宙飛行士がなんと6体もついています。続いては60351ロケット打ち上げセンター。パーツ数は1010、価格はレゴ公式で 18,980 円、2022年3月1日発売予定になっています。こちらは地球を舞台にしたロケット打ち上げセンターのセットになりますね。まずはこちらの大きなロケットと打ち上げタワーから見ていきましょう。ロケットの高さはなんと42センチにもなるそうです。このように3つのスペースが用意されていて、前方部にはコックピットがあり、ミニフィグ2体を乗せることができます。そしてその後ろには月面ローバーですかね、燃料タンクが積み込まれています。そしてこちらの打ち上げタワーになります。このようにミニフィグを乗せて上下に昇降可能なエレベーターが搭載されています。これ雰囲気で出ていいですよね。向かって左側には管制塔になりますね。ガラス張りの建物の中にはモニターなどもあり、しっかりと作り込まれています。この小さなロケット可愛らしいですよね。そして反対側は観測ドームになりますね。このようにパカッと開けられるようになっていて、その下にはシャッター付きの車庫が備わっています。このように宇宙飛行士を打ち上げタワーまで運ぶ専用車を格納できるようです。その他にも修理車やドローンなども付属しています。ミニフィグは7体で宇宙飛行士が2体と地上スタッフが5体ついています。はい、ということでレゴシティの2022年の新作から宇宙をテーマにしたセットをチェックしました。実はですね、先日2022年のパンフレットの情報が飛び込んできまして、こちらになるんですが、今回の2つのセット以外の内容が実は掲載されていたんですよね。なのでさらに追加で新作セットが来るのは間違いないと思いますし、月面探査基地とドッキングできるっていう内容はもう確実なので、これはすごく楽しみですよね。またレゴシティの2022年の他の新作セットは別の動画でチェックしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただければと思います。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。